どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のつくも龍馬です。さあ本日なんですが、新キャラクター格付け、こちらをねやっていきたいと思います。本日はコトリちゃん編、コトリッピーですね。コトリッピーね、可愛いですね。とにかく可愛いですね。あと勝ち格した時の、勝った時の、ポージング完全グリコっていうね。ちょっと一回それは置いといて。で、パンチラへの、まず、警戒心が、異常なんですよ。めちゃくちゃ高いんですよ。パンチラへの警戒心星5。見えそうで、見えないもの。やかましいわ。見えそうで、ほんと見えないんですよ。めちゃくちゃ防衛してまして、その自分のパンティラインっていうのもね。シンプルに原作でもいつも見えそうになって、全然なんかギリギリで見えないっていうのがありましてですね、もうね、すごい、シンプルに言うとね、見せてほしい。シンプルなお願いをすると、見せていただきたいと、そういうふうに思っております。で、顔はとても、見てください、可愛いでしょ。可愛いんですよ。なんかずっと見てるとちょっと好きになってきますよね。完全に、もうね、ロリロリフェイスなんでね。ロリロリフェイスは割ともう嫌い、悪くないだろうっていうことで。あと、このお胸。お胸ちょっと評価低いですね。お胸星1。ちょっと若干やっぱ侵入感がありまして、まあちょっとまな板っぽいかな、みたいな。これ多分、まあこのポコッとしてるの多分ブラジャーしてるだけであって、まあおそらくこれほとんど板なんですよ。まあアンナちゃんも見習っていただきたいと思ってましてね。まあ基本的にはもっとユーマくんにね、揉んでもらって、で、まあもうちょっとその、まあなんだろうな、大人の女として成長していただきたいなというふうに私は思っておりますよ。僕ならほんといつでも力になりますんでね、連絡お待ちしております。ということで、茶番はこのぐらいにしまして茶番はこのぐらいにしまして本題に入りたいと思います。まずスキル評価っていきましょう。スキル評価はまあ星2くらいですかね。汎用スキルそんなに強くないっていうのと、固有スキルがそんなに強くないっていうのと、あと汎用スキルもそんなに、みたいな感じの、スキルなんですよね。対人戦で、こと対人戦で使えそうなスキルがあんまりないかなと思ってまして、一応汎用スキルはレベル上昇覚えるっていうのが、まあそこそこいいですよ。で、聖なる守護も一応、これに関しては、伝統芸能ができるっていうだけで高評価ではあるんだから、その対人戦、この対人戦というものに限ると、なんか別に使わないスキルっちゃ使わないスキルだと思うんで、まあ今後ね、そのガスタのシンクロのやつとか、アマケンとか、なんかそのリミット解放されたりとか、まあいろいろあればまた別なんでしょうけども、まあ、若干それは、なんだろうな、汎用スキルっていうほど汎用ではないですよね。で、まあ、オーバーレイゲインがレベルアップ報酬で覚えるのがすごくいいところ。これは、エクシーズモンスターの粉砕みたいなイメージですね。LP ガンマーとか、この、何、これ、なんていうのこれ、LP、これ何これ、オメガ、これは別に使わないから別に良くて。で、天使の微笑みとかドローセンス光もなんかそんなになので、だから、汎用スキルはやっぱレベル上昇くらいですかね。まあ、知らぬ使いになりましょうみたいな、そういう話ですかね。で、固有スキルを見ていくと、私にもデュエルできるかな、自分の1ターン目に自分の手札から転速モンスター1体の召喚と、カード、2枚以上のセットに成功していると、ライフを2000増やすと。まあ、ワンチャン悪さはできるんでしょうけど、まあ、こと対人戦というものに限って、使うのであれば、ちょっとやっぱネタスキルになるのかなと思うので、まあ、そんなにその強いスキルではないと思います。で、フェアリーリターン。これはワンチャン、ワンチャンじゃねえや。これじゃねえや。自分のエクストラデッキにフェアリーチアガールを1枚追加してなんか、手とか2枚以下あったら戻せるみたいな。これはまあ、エクシーズ持ってない人の、フェアリーチアガール持ってない人のためのスキルって感じですかね。で、フェアリーチアアップか。これですね。これワンチャンありそう。なんか自分のライフポイントが3000以下の時に、コズミックサイクル打ったらいけるんだけども、自分のフィールド上のリトルフェアリー1体、これね、リトルフェアリー1体にエクストラデッキから、フェアリーチアガールを、重ねられるよと。エクシーズ扱いとして。で、スキルはデュエルチェンジとしか使用できないんだけども、フェアリーチアガールが、これ、オーバーレイユニットを1つ使うとワンドローできるよっていう効果を持っているんで、まあ、リトルフェアリーを出したら、一応それがワンドローに変わるみたいな、まあ、そんなようなイメージですかね。まあ、1ヤード稼げるみたいな。ただし、リトルフェアリーを入れないといけないので、まあ、なんか、そこまでしてワンドローしたいかみたいな話もあるんですよ。だから、まあ、これもなんか、そこまでなんか、めちゃくちゃ強いとか言うわけではない。で、ハイデュエル無視を。これはワンチャンなんか、楽しそう。タックデュエルでのみ、使用できます。次の自分のパートナーのライフをなんか2000増やすっていうね。まあ、タックデュエルは結構、パートナーが強いんで、大体。だから、パートナーに頑張ってもらうっていう、まあ、そういう、スキルであるとするのであれば、まあ、使い道あるかなと。いったところですかね。はい。そんな感じで、まあ、
まあ、スキルは正直そんなに強くはないです。やっぱユーマ先に見ると分かるんだけども、やっぱちょっと若干ね、あの汎用性は落ちるし弱いかなと。でこのカード報酬なんだけども、カード報酬は星3くらいありそうです。まず、リットルフェアリーはそんなに強くないですね。これ手札1枚あの墓地送って、レベルを1つ上げるっていう効果なんで、なんかその別にここまでしてレベル上げたいかみたいなとこあるじゃないですか。あ、まあ、手札を捨てられるっていうのは、まあ、メリットであるけど。で、一番評価低いのはこの導き手フレイヤさん、まあ、可愛いんですよ。もちろん可愛いんだけど、フレイヤで枠潰してきてるんですよ。これ3枚あるんですよ。これ1枚、これ2枚、これ3枚あるんですよ。これで枠潰して、これ良くない。これコラミさんはっきり言いますけど、これは良くないですよ。やっぱ新しいキャラクターのそのレベルアップ報酬ネタがないのか知らんけど、その枠潰すのは良くない。まあちょっと気持ちはわかんだよ。でもあの小鳥とか鉄夫って原作でデュエルしないんで全然。なんでそのカードがないっていうのはもちろんわかるんですけど、ただね良くない。こういうのは関係ないカードでもいいから入れてほしい。逆にフレイヤーとかでお茶濁すのはやっぱ評価あの低いですよ。非常にね。動画だったら多分低評価の方が上回ると思うよ。俺の動画には低評価押さえてくれ。で、アマかけるサテラナイト。これはね、強いですね。非常にね。テラナイトデッキのマスクチェンジみたいなことできて、一応その、テラナイトモンスターデッキに戻しながら、モンスターをあのデッキから特殊ができるよっていう、違うテラナイトもね。なんで、まあ、これで、このウヌクと一緒に使うと初動になったりとか、マスクチェンジできたりとか、まあ、いろんな、あとサクリファイスエスケープできたりとか、いう効果があるんで、速攻音ですかね、これね。なので、これが全部で3枚もらえると。これね、なので、まあ、非常にこれ優秀ということで、まあ、これがあるから星3です。これなかったら星1だった。で、まあ、チケット、ユーマの時もやったけど、これね、あの URSR チケットがもらえるので、これも非常に優秀ですよと。初心者には優しい。あとフェアリチアガイルももらえますよってぐらいですかね。まあ、やっぱりね、あのエクシーズモンスターが弱い、非常に。なので、ここはもうレベル31から35、まあ、35から40あたりの報酬に期待といったところでしょうか。てなわけで、まあ、総合評価、するとですね、まあ、2.5 ぐらいですかね。スキルが、レベル2で、あ、星2で、カード報酬レベル3なので、まあ、2.5 ぐらいでしょうかね。まあ、そんなに強いキャラクターではないと思うので、まあ、一応、アマかける、欲しい方は育成頑張ってもらえばいいですけど、まあ、とりあえずユーマ育成の方が、まあ、先決なんじゃないかなと、私は思っておりますが、皆さんはどうお考えでしょうか。以上、一流評論家によるキャラ格付けでございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。